あの千秋とかいう女、どうも変だよな。ワインのこと？それもそうだけどさ、なんかこう、おどおどしてるっていうか、何かに怯えた感じっていうか。確かに、痛々しいぐらい必死だったよね。それよりさ、ファング、これ見てよ。あ？ただの新聞がどうかしたのか？日付のところを見て。ずいぶん昔の新聞だな。で？ああ、もう勘が悪いんだから！それ今日の新聞なの！私たち過去に戻ってきちゃったんだよ！はあ？そう考えれば辻褄が合うと思わない？私たちの名前が宿泊名簿になかったこととか。確かにそうだけどよ。でもだったらなんで過去に戻ったんだ？意味がわかんねえよ。復活した邪神を倒した時、あの儀式の場には女神復活のために必要なアイテムが揃ってたでしょ。そしてあの時、女神が復活してそれを成し遂げたファングの願いが叶えられたんじゃないかな。俺の願い？これは私の想像だけど、ファング、あなたはティアラの復活を願ったんじゃない？だから私たちは過去の世界に飛ばされたんだよ。ティアラがまだ生きてる過去の世界、つまり彼女と出会う以前のソイヨル草原に。そんなことがありえるのか？うん。あの時、確かに私の力、女神の意志が発動するのを感じたよ。だから…ちょっと待てよ。だとしたらおかしくねえか？お前の話の通りだとすると、ソイヨル草原で襲われてたのはティアラじゃなきゃいけないはずだろ？そう。だけど私たちの前に現れたのはあの千秋って子だった。つまり過去の歴史が変わった？まだはっきりとはわからないけど、多分そういうことだと思う。だったらティアラはまだ生きてるってことだよな。これから起こる未来も変えられるってことだよな。ティアラが死ぬ運命だって。ファング、そこまでティアラのこと。バカ、そんなんじゃねえよ。俺はただ自分が関わった人間が死んでいくのを見たくねえだけだ。ティアラだけじゃねえ、他のみんなだって。うん、そうだよね。ごめん、変なこと言って。とにかく明日になったらすぐティアラを探しに行こう。変えるんだ、俺の手で未来を、運命を。おはようございます、ファングさん。昨夜はよく眠れましたか？ああ、おかげで絶好調だぜ。それはよかった。ちょうど今から広場で素敵なイベントが始まるんで、一緒に見に行きませんか？そうや、昨日もそんなこと言ってたな。何のイベントなんだ？元ドルバホールディングスの構成員が公開処刑されるんですよ。なんだと？素敵でしょ。悪の秘密結社だったドルファに裁きが下されるんです。どんな死に方するのかしら。とっても楽しみですわ。ちょっとあなた本気で言ってるの？私何か変なこと言ってます？アリ、ティアラ探しは後回しだ。分かってる。広場に行くんだよね。ああ、どうやらこの世界は俺たちの知ってる過去とは何かが大きく狂ってやがるらしい。
いらっしゃいませ。ありがとうございます。随分人が集まってるな。この人たち、みんな公開処刑見たさにここに来てるのかな。だろうな。ったく、どうなってんだこの世界は。いくら相手がドルファだからって処刑をイベントにするなんてどうかしてるぜ。早くやれ、ドルファをぶっ殺せ。お集まりの皆さん、清らかなる我らが心の拠り所、セプテリオンクラブの活躍により、また一人罪深き亡者が地獄の底に落とされることとなりました。セプテリオンクラブ、何のことだ。待ってファング、あれ見て。離せ、ワイは何にもしてへん。なんかの間違いや。ガルドじゃねえか、ファングの旦那。いいとこに来てくれた。助けてくれ。ん、何ですかあなた方は。その男の連れだよ。そいつは確かに元ドルファだが、死ななきゃならねえほど悪いやつじゃねえ。話してやってくれ。ちょっと何を言ってるのか分かりません。この者をかばうことは、あなたもまた異端者ということになってしまうのですよ。だったら何だってんだ。おお、母なる女神様、この者は己の罪深さにまるで気づいていないようです。正義会の皆さん、なんだてめえら、やる気か。母とこと妖精の名において、この者たちに正義の裁きを。ファング、どうするの。しかねえ、なるようになれだ。はい、やるぜ。覚悟しな。キッチン、おれ。悪は許さん、悪は許さん。正義の名のもとに、正義の名のもとに。覚悟しな。フェアライズ。フェアライズシーケンスコンプリート。よっしゃ、行くぜ。悪は許さん。聞かねえよ。やらせてもらう。イニット。やろ。
せ。正義を脅かす異端者を殺せ。ガルドちゃん、みんな今のうちに早く逃げて。マリサじゃねえか。さあ早く。わかった。異端者を逃がすな。追え追え。タングの旦那、助かったね。安心するのはまだだ。すぐに追手が来るぞ。ザワザ平野、一旦そこまで逃げましょう。わかった、ザワザ平野だ。前に来たことがあるな。確かにここなら人目につきにくそうだ。ここの奥まで行けばひとまず安心だと思うわ。さすがはマリサやね。さっきの登場の仕方といい、わい感動したわ。だってパートナーのためなら命を懸けるのが妖精の使命でしょ。くー、泣かせよるで。おしゃべりは後よ。とにかく奥へ行こう。
ゃあやらせてもらって。お前らもやっぱりあの邪神の戦いからこの世界に飛ばされてきたのか。ああ、最初は何が起こったんかわからんかった。マリサがいろいろ調べてくれてようやくここが過去の世界やいうことだけはわかったんやが、そしたら今度はあの正義会とかいう連中に捕まってしまったんや。あいつら一体何者なんだ。正義会は女神を信奉する人たちが集まっている教会のようなもので、その正義会を運営しているのがセプテリオンクラブという組織なんです。セプテリオンクラブか。そういや、あの連中も言ってたな。とにかくあいつらドルファを目の敵にしとるんや。ワイラのいた世界でドルファのメンバーやった人間は次々に捕まったり殺されたりしとるらしい。ふん、散々悪さしてきたからだ。当然の報いだ。どうしてこんな世界に。考えても仕方ないわよ。今はまず奥へ行って休みましょう。ああ、そうだな。
っても来なさそうね。やれやれ、ほんま一時はどないなるかと思ったで。なんや旦那、元気ないやないか。あ、いや、この世界のこと考えてたんだ。ひょっとしたら俺のせいかもしれねえって。ファングがどうして？だってこの世界は俺の願いが叶った世界なんだろう。だったら俺がドルファを憎んでいたから。今日の風は心地いい。この世界になってから風は僕のために吹いている。誰だ？お久しぶりですね、皆さん。シャルマ、どうしてお前がここに？理由は君たちと同じですよ。邪神が滅び、女神の意志が発言した。そして母なる女神はあの場にいた全ての者たちに等しくチャンスを与え。まさかそう、女神は僕の望んだ正義と秩序の世界を叶えてくれたのだ。この世界こそ正義が支配する僕の理想。なんやて。じゃあセプテリオンクラブってのはお前が？そういうことです。さあ君たちにもこの世界に生きるチャンスをあげましょう。千秋さん、ワインを。あんたはバン君、君は彼女の誘いを断ったそうですね。愚かなことだ。さあ飲みたまえ。このワインを飲むことがセプテリオンクラブへの忠誠の証となる。君も生まれ変わるんだ、正義の使徒として。このワインはいわば聖杯の血だ。ふざけるな。俺は生まれ変わるつもりなんかね。俺は俺だ。大体何が正義の使徒だ。俺のダチを殺そうとしやがって。旦那。愚かな。彼はドルファの構成員だったものですよ。君だって前の世界でドルファがいかに悪しき集団だったかよくご存知でしょう。それとこれとは関係ねえ。こいつはな、今はもう足を洗って真面目に生きようとしてるんだ。そんな奴の未来を奪おうとして何が正義だ、何が秩序だ。そんな世界は認めねえ。シャルマ、お前のやり方は認めるわけにはいかねえんだ。アンヌちゃん、どうやら僕と君は正反対の存在らしい。太陽と月のように、今輝ける僕の時代が、月である君には落ちてもらおう。てめえ邪すんなっての。やります。マジカルユニット輝け。どうです覚悟ね。ここ、ま、アタックエクス力だけじゃなくて、みなぎる気持ち。いきます。クラエピソッツ正面。ファンク、しっかりして。ファンク、どうなってやがんだ。シャルマンの野郎、前の世界の時とは比べ物にならねえ強さだ。言ったでしょ、この世界は母なる女神が僕に与えてくださった世界。ここでの僕はいわば世界の名手とも言うべき存在なのです。嘘だよ、私はこんなの望んでない。私の力はこの世界のためになんか。あなたの意志は関係ありません。全ては大いなる女神の意のままに。ふざけやがって。おや、まだ息がありましたか。僕としたことが今楽にしてあげましょう。やめろ。何をする。みんな、ここは前に任せて逃げるんや。タルトちゃん、
かな。君程度の力でこの僕を止められるとでも思っているのですか。それはこいつを見てから言うんやな。爆弾だと。そうや、万が一の時は広場でドカンと言ったろと思ってたが、この土壇場でやけに立ったで。さすがの己もこの至近距離で食ろうたらただでは済まへんで。よせガルド、そんなことをすればお前まで。ええんや旦那、旦那はワイのことダチって言うてくれた。それだけで命を張る理由には十分やろ。何言ってやがった、やめろって。マリサ、旦那のこと頼んだで。アリンちゃん、パヌちゃんを連れて逃げるわよ。マリサ、あなた、ガルノちゃんの思いを無駄にしないで。行くよ、ファン君。おい、やめろ。さよならね、旦那。離せギャロが、離せと言っている。黙らんかいボケ。人生一度は花火をあげたいと思っとったが、まさかワイが花火になるとはな。でもまあええか。ここにいればシェルマンの手の者たちがまた来るかもしれない。どこか別の場所に行こう。ああ、そうだな。ガルドの野郎、カッコつけやがって。大丈夫、ガルドはまだ生きてるよ。けどあいつは。マリサが無事なのがその証拠だよ。契約したフェンサーが死ねば妖精も消滅しちゃうから。そうか、ならガルドは。ただし生きてるっていうだけでどんな状態かまではわからない。だったら今すぐ戻ってガルドを助けに。そんな怪我で無理しないで。これでファングちゃんの身に何かあったらガルドちゃんの覚悟まで無駄にしちゃうわ。マリサ、生きてさえいればまたどこかで会うことだってできる。今はそう信じましょう。わかった、すまないマリサ。一番辛いのはお前なのにな。けどガルドが生きてるってことはシャルマンが生きてる可能性があるってことだよね。ああ、確かにな。何が正義と秩序の世界だ。あの野郎だけは絶対に許せねえ。どうするの？決まってんだろ、奴の野望はこの俺がぶっ潰す。だったら一度町に戻って情報収集しましょう。セプテリオンクラブに立ち向かうにしてもまずは敵のことを調べなきゃね。ああ、次に俺に会う時まで絶対死ぬんじゃねえぞ。